白膜トランジスタは、電解効果トランジスタの一種である。基本的に三端子素子である。主に液晶ディスプレイに応用されている。半導体活性層として、セレンカカドミウムを使った TFT は、固体殺像素子用として1949年に発表され、1973年に LCD の駆動が発表された。半導体として、ケイ素を用いるものには、 アモルファス膜と竹結晶膜とがあり、アモルファス膜は1979年に英国ダンディ大学で開発され、その後日本を中心に LCD 用に活発に研究開発が進んだ。アモルファス SI と多結晶 SI の TFT はカラー TFTLCD として広く応用されている。現在、最も多くの PC で使われている液晶で、携帯電話や携帯情報端末、 携帯ゲーム機でも普及してきているが若干、高価である。ゲート電極の位置、層の配置で4種類に対別される。スタガード型はドレイン電極とソース電極がチャネル層を挟んでゲート電極と反対側に配置されている。コープレーナー型はドレイン電極とソース電極がゲート電極とチャネル層の同じ側面に配置されている。インバーテッド型は別に、 ボトムゲート型とも呼ばれ、ゲート電極がチャネル層の下側に配置されている。通常のモスフェットと異なり、印加されたゲート電圧によって蓄積層を形成してコンダクタンスを制御する。これは通常のモスフェットが反転層を形成してコンダクタンスを制御するのとは大きく異なる。すなわち N 型のキャリアは電子、 P 型のキャリアはホールであることも特徴であり、同時にソース電極及びドレイン電極付近で PN 接合を形成しないため、チャンネル層の物質移管によっては、P 及び N 型両方の特徴を兼ね備えるアンバイポーラとして機能する。白膜トランジスタの白膜という故障は、トランジスタを構成する半導体層やゲート絶縁膜、電極、 保護絶縁膜などが真空上着やスパッタリング、プラズマを用いた化学基礎成長などで薄膜状にガラスあるいは石英製の基板に形成されることに由来する。なお、基板にプラスチックを使う研究開発もなされている。反転層を形成しないため、スレッショルド電圧の意味がモスフェットのものと異なるが、基本的な公式や考え方は、モスフェットのそれと変わらず、 そのままコンセプトを応用できる。ただしバックゲート電極が存在しないため、基板バイアス効果による式季一電圧の変動は行えない。絶縁層に、シオニを用いた、インバーテッドスタガード型 TFT 絶縁層に、窒化膜を用いた、インバーテッドスタガード型 TFT 現在広く、使われているものは、チャネル層に水素化、アモルファシリコンが使われているが、 スレッショルド電圧が、経過時間、ゲート電圧、温度により変化する不安定さが問題とされている。これは、バンドギャップ内に存在する不安定ステート絶縁層内境界ステートに、堆積された電子による影響の3種類に対別される。基本的に、ゲート因果電圧が低い場合の主因は1、電圧が高い場合は2と考えられ、3は、通常無視される。 一部のメーカーにおいては、一定時間の電圧と加熱により、ゲートイ因果電圧によって冷気され、不安定となったバレンスバンドコネクションをダングリングボンドとして安定させることによって対策している。また、ASI-H 以外にも様々な材料を使って、薄膜トランジスタが作成されている。特に、バンドギャップの広い酸化物半導体などを用いた。 透明白膜トランジスタや有機半導体を用いた有機白膜トランジスタなどが盛んに研究されている。白膜ダイオードを用いた液晶ディスプレイ。TFT 液晶をベースにダイオードを用い、簡略化している。成功エプソンなどが生産していて、2001年から2004年にかけて三菱電機、NEG、カシオ、日立製作所。 京セラ製の携帯電話のカラー液晶などに使われていた。TFT 液晶よりも消費電力や生産コスト面での利点があったが、発色や輝度、コントラスト等が少し低く、TFT 液晶の生産コストの低下とともに使われなくなった。後期になると、クリスタルフェン液晶などと銘打って、コントラストや発色を改善したものも登場した。 コンピュータ X 線撮影で X 線撮像素子として使用される。ありがとうございます。